はい、皆さんこんにちは、マグロヘッドです。今年最後の動画になりますが、今回使いたいのは四天童子ですね。進化すると自分のリーダーに攻撃力1か体力1のフォロワーは失踪するという能力を付与します。で、走らせたいのは死の淵ですね。はい、こいつが走って、しかもバフすればですね、とんでもない打点になります。余裕で20点出るんで、それで OTK を狙うと。ただまあ 8PP ならちょっと遅いということなんですが、ララがいればね、余裕です。それもはい、ララプラス新カード、百鬼夜行によって5ターン目にね、ゼロコスの死の淵を作れると。で、そうなったらもう6ターン目にゲームに勝てるという話になります。はい、あとはまあ貨車とかでサーチもできるかなっていう風に、結構ね、強化された軸だと思いますんで、対戦の方やっていきましょう。はい、対戦相手はウィッチ、そして高校になりました。そうですね、ウィッチか。ウィッチ6ターン目とかに倒してくるからな。いや、でも先行6でゲーム決めるのはなかなか至難でしょう。そこ、僕の高校6が来れば僕の勝ちです。はい、わかんないですけど、ハンドにもよりますけどね。クラーク、まあまあまあ、これどうせフォロワー置いてもって感じなので。でも置くのもありだけどな。なるべくハンド回したいよな。ハンド回し優先でパーツ揃えます。あ、四天童子引いたか。じゃあ、あとは貨車からやつですね。死の淵、実際死の淵サーチ率の方が高いんで。いや、これフェイスにもらいたくないんだろ、ダメージ。やめてくれやめてくれ。あ、そっちも引く。じゃあもう貨車すらいらないな。もっとハンド回すか。うん、貨車すらいらなくなった。はい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 。じゃあこれでさらに、回して回していきましょう。ただ、だいぶデッキ圧縮しましたし、泥も回しましたが、まだバフカードがないということで、ちょっとバフカードはいくらか引いてもらえると困るな。オッケー、いいぞいいぞ、チャンスチャンスチャンス、いけるいけるいける。よし、まずは木が。はい、そして四天童子進化、これで大体の準備はできましたね。相手そんなに泥回ってないしな。泥はなきゃ全然いける。まあさすがに導きありますよね。ただ2コス導きか。いや、そう、強化がね、めっちゃ強化してるんだな、ウィッチを。ギャグじゃありませんが。ただこの四天童子の必殺がね、めんどくさい。なんかあるかな。前打ちしかないですよね。オッケー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 。よーし、これライフ17あるでしょ。いけるいけるいける。まずじゃあ、百鬼夜行で、死の淵を流し、これフォロワー確定なんかちょっと微妙だよな。いい部分でもあるんですけどね。で、ララによって回収。ターンエンド。まだでも木が1枚か。まじみさ。いや、16は削れない。いくらなんでも。いくらなんでも無理でしょう。削りきんのは。ゼロ悪撃。エンド？ほう。来たー！幽体か。まあ、失踪されてても全然ね、死ぬことなかったと思うんで。はい。そして、飢餓の輝き。さらに幽体化。で、まずフェイス殴ります。はい。で、後から進化しないと、殴るとき死んでしまうので、一回やっちゃいました。これで終わりだ。高校6ターン目、20点 OTK。ありがとうございました。OK。まあ、このゲーム、もうちょい回られてても、死んではなかったでしょう。うん。ありがとうございました。はい。対戦相手はビショップ、そして高校になりました。ビショップはね、いけますよ。やれますよ。ちょっとでもハンド回せないと困りますね。百鬼夜行があるんで、でも百鬼夜行は、2枚目が引けない限りはちょっと打ちたくないな。うん、これは大事にしたい。おー、いいっすね。死を知る者。しかも四天童子もいるので、うん。まあ、相手出方次第ですけど。ここは表言っとく？ここは打つか？さすがに。幽体か。いや、ここを死を知る、まあ、打っとくか。いや、ごめん、ちょっと、クリックできない。ここさえ取っとけば、次のターンね、エイラーの祈祷を3コスで置いてくるか、あるいは、白河の神殿とかでフォロワーじゃない可能性も高いん で、次のターンハンド入れ替えるっていう作戦もありますが、そうなるか。そうなるか。まあまあやばいな。マシン。まあ僕は入れ替えるしかないですね、ここは。ちょっと苦しいが。お、2枚目の百鬼夜行。ただ、ヘルスパワー1が四天童子しかいない。ので、
なかなか微妙だけど、それでも入れ替える。ああ、弾けてたなら出してたけどな。まあ、そんなわかんないでしゃあないっすね。ここでエイラン。まあ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 、必殺なんでね。エイランには強いでしょ。うん、必殺持ってんのは相当でかい。お、死を知る者。いやー、ちょっとこれ最速は無理だったな、今回。最速は無理でしたが。まあ、しばらく盤面取れそうですもんね。2回ここに進化切っちゃったりとかもあるし。うん。それに対戦相手がエイラなので、まあ、そんなに最速にこだわんなくてもね、いいかなと。2枚目のエイラー。この必殺めんどくさいっすよね。では、対ビショは四天同士の方が圧倒的に強いな。ただ、できればここで決めるカード欲しいけどな。いや、引けないか。まず、ここを回して、はい。あ、いいっすね、いいっすね。じゃ、極光にソルコンかな。あ、てか今のはスペース、あ、いけないか、ごめんなさい、なんでもないです。やばい、全然引かない。全然パーツ来ないな。びっくりするほど。やばい。いや、まだでも粘れる。まだ四天同士で粘れる。こうぶつけて、おー、来た。あ、だったら百鬼夜行かな。うん。いいっすね。これで、あの、ネクロマンサーフォロワーサーチなんで、ララ引ける可能性相当高い。オッケーオッケー、さすがに引ける。で、ララでしょ？ただ、いや、リーサルはないよな、いくらなんでも。いくらなんでもないよな、相手。エンドで。大丈夫だよな？リトゥー。リトゥーシン、オッケー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 、これはでかい。これはもらったぞ。守護のね、スタッツがいくら上がろうと関係ないんでね、このムーブの前には。はい、めちゃめちゃ高くなりますが、あ、リペアもある。え、ちょっと怪しかったな、これ。た、でも17点は無理か。あの、9来ると言ったらやばかったかもしれませんが。オッケーオッケーオッケー。決まりましたね。もし、これがエイラ相手に強いのめっちゃいい。守護関係ないんでね。はい、まずは死の淵。そして、木が打って、幽体化によって守護虫。で、フェイスに行ってから進化ですね。まあ、さっきも多分やったと思いますが。これによって、この段階で10なんですが、エンド時、まず、自分自身の効果発動、その後死亡するんでね、13点ありがとうございました。いや、エイラーマジでいける。うん、守護虫あんのがめっちゃでかいですね。ありがとうございます。はい、対戦相手はエルフ、そして先行になりました。一番やばい相手来たな。いやー、これねー、先行なのしかもきついんだよな。まあ、とりあえず、え、全キープかな。うん。先行なのもきつい。最速ムーブが取りづらいので。まあ、トワイライトいれば、お！おっと？これはアマツを討伐できるハンドだな。ただ2パスになっちゃう、この後。全部流せない。遠征の檻。いや、ハンド溢れてくんないかな。溢れてやりづらくなってほしいんだけど。おー、いいですね。フォロワー置く必要がそんなにないので、これはハンド回しますか、釣り。あともララだけで完成ですね。完成。あ、まず討伐できたら熱いな。オッケーオッケー、いいぞいいぞいいぞ。まあ、相手もね、フェアリー寄せせと作るのが一番ね、強いムーブなんで。おー。百鬼夜行ありがたいんだけど、流すカードがないので、普通に置くしかないか。あんま置く意味もないんじゃないですけどね。あ、そっか、遠征あるか。まあまあまあ、いいや。まあ、あと、ララだけなんで、必要なものは。愛の奇跡、入ってますね。うわ、これ遠征、遠征食らったの痛いな。え、でも、相手、フェアリー作るの遅れたんで、まあ、いいっちゃいいかな。迷いますね。いや、もう百鬼夜行で行くしかないよな。で、ネクロマンサーフォロワーサーチなので、ララが引ける確率は結構あります。あの、ネクロフォロワー絞ってますからね。あ、もうフェアリー置いてくる。アマツはないのか？対空か？対空か。うん。プラス？調べ。で、バフも乗る。なるほど。さらにフェアリーの枚数は、もう、十分に溜まっていると。いやー、ララ引くしかないぞー、これは。
行こう。頼む。ネグロサーチ。よーし来た。当然出す。はい。そして、ララ進化ですね。大打ちと。まあ、次アマツでしょう、おそらく。アマツ、アマツだとして、ちょっと感じた。アマツだとしても、当然リーサルはありません。はい。アマツ、やったアンリミ最強討伐。先行後攻入れ替わってたらね、先行側の勝ちって感じしますけど。オッケー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 。やっぱポテンシャルはあるな。はい、じゃあ行きましょう。まず死の淵。ラジオライフ20なので、もちろん、すべて打たなきゃいけませんね。打って、これで、進化後パワー8。さらに墓地がね、10あるので、ネクロマンス4で、エンド時、パワープラス3します。で、次回、11ダメージ。もう一回、11ダメージ。アマツ討伐。よし。はい、対戦相手はネクロ、そして高校になりました。みんな何するんだ、ネクロって。僕もネクロですけどね。どうしよう。まあ、とりあえずこう。あー、トワイライト引くか。まあ、だったらトワイライトプランでいいんだけど。トート。あー、多分あれかな。ムクロノートトートかな。おそらく。これは上から取りたいな。上から殴っていこう。まあ、でもムクロノート、あー、絶対そうだな。いや、まあ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 、大丈夫。22を蹴るのでかい。これ、トレーダー行いますね。うん、ここは当てるとして、ちょっともう陰鬱行きたいかな。ハンド回したい。この段階で。お、なんか引いた百鬼夜行。お、じゃあ、絶対取っておこう、これは。顔、顔で、あ、もう出す。もう出てくる。やばいな。それはな、だいぶやばいな。ハンドも減らないし。まあ、ギリギリトワイライトで当てれば取れますけどね。ギリ。オッケーオッケーオッケー。で、そっか、一瞬でラスは肥やして、トートってことか。いや、でもあともう、バフさえ引ければ。バフさえ引ければこの時点で相当熱いですけどね。はい、当て当てで取って、これで今相手ラスは何なんだ。でも、とうとう2枚使ってますからね。ラスは5なのか。早いな。まあ、ここから連鎖すればね、一瞬ですから。表像を、運ぶ、エンド。オッケーオッケー。まあ、じゃあもちろん流していきますが、ただバフカードがないんですよね、現状。それをどう考えるかだな。いや、進化いらないか、別に。これ、四天王寺で失踪させる？そしたらリーサルありそうじゃないかな。何点？ 4 点の、あ、破壊される。え、まあ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 、まだ大丈夫。やめてやめて、あんまり動かないで。あはは出てくるよな。はい、6、7。いや、なんか懐かしいムーブですね。お、幽体化もある。ただ、リーサルには及んでないんですよね。うん、2点足りないから、そうですね、表言っても、あ、わかった。じゃあ、四天王寺、いや、足りないか、それでも。ここに EP 使わなきゃいけないんで、どの道足りないっすね。まだ次のターンでいいな。ここは一旦相打って、で、まあ、資料を走らしとくか。これでいいでしょう。うん、これでいいはず。不死者ソルコン、まだ粘りますね。で、そろそろトートの起動は可能だろうけど、まあでも2枚使ってるから。おお、回す。何、進化。いや、まあまあ、でもこれはもらったな。すごい、両方とも発動してる。四天王寺と、トワイライト。あー、関係なかった。まあ、一応ね。一応友情コンボ使っとくか。はい。これで、進化込みで、7、あ、6か。6のフェイス行って、
エンドジ Q のリーサルト、ありがとうございました。ダブルで使うのもいいっすね。まあ、ぶっちゃけトップで関係なかったんですけど。まあ、こういうプランもあると。いうことですね。ありがとうございました。はい、皆さんご視聴ありがとうございました。なんか知らないうちに死の淵がめちゃめちゃ強くなっててびっくりしました。ローテの頃から考えられないぐらい強くなってます。はい。先行も後行も6ターン OTK できますから、アンレミの速度で見てもついていけるレベルだと思いますね。うん。で、さらに、守護とか回復みたいなコントロール、あんまりないですけどね、に対しても強いので、今後の環境次第では結構マジで使われるかもなっていうレベルだと思います。はい。というわけでね、今回の動画はこれまでになります。今年1年の皆さんありがとうございました。来年もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。